オトバイ・ウォンティ・ゴ・ブラック・ピンクの LISA が初のソロアルバム、オルター・エゴを2025年2月28日金曜日に全世界同時発売する。オルター・エゴ日本版 CD は日本版限定となるオリジナルジャケット写真仕様に加え、日本版限定絵柄のフォトカード5種のうち1種がランダム封入。さらにステッカーも封入されるという超スペシャルな限定仕様となる。オリジナルジャケット写真の絵柄など詳細は後日公開予定だ。なお、公開されたアルバムオルターエゴの予告編映像では、それぞれユニークなパーソナリティを持つ5つのキャラクターの LISA が登場し、別の人格、もう一人の自分などという意味を持つアルバムのタイトル、オルターエゴでも表現されているように、LISA の様々な顔が見られる作品になることが示唆されている。2024年6月、ソロ活動における新たなフェーズの第1弾楽曲として、ロックスターをリリースしたキサは、同曲で、ビルボードグローバル X-US チャートで初登場1位 MTV ビデオミュージックアワーズにて自身2度目となるベスト K-POP 賞を受賞した。ニューマンフィーチャリングロザリアではかねてより互いのファンを公言しており、友人関係にもあるスペインの消え歌姫イコールロザリアとの初コラボを果たし、こちらでも MTV ヨーロピアンミュージックアワーズにてベストコラボレーション賞を受賞している。2024年10月にリリースされたムーンリットフロアは LISA のキュートでフェミニンな一面が表現されたポップトラックとして全世界でストリーミングヒット中となっており、アルバムにはそんな各曲を含む全12曲が収録される。LISA ニューアルバム、オルターエゴ、オルターエゴ2024年2月28日、金曜日発売予定。日本版 CD 2800円、税、CCP-6600、初回使用限定版、ジュエルケース CD 日本版限定ジャケット写真、初回使用限定日本版限定フォトカード5種のうち1種ランダム、封入初回使用限定ステッカー封入歌詞、配役付き予約、https://lisajp.nk.2/alterego 現在 iTunes で予約注文すると、ロックスター、ニューマンフィーチャリングロザリア、ムーンリットフロアの3曲が即ダウンロード可能。